名古屋駅近くにあるビジネスホテル。宿泊客を対象にした朝食はビュッフェスタイルで1人1,400円。名古屋コーチンの卵を使ったスクランブルエッグに、味噌カツ、味噌コロッケといった味噌グルメなど、およそ60種類が楽しめます。美味しいです。満足です。そんなホテルで今年3月から昼に弁当を売り始めたところ話題になっているんです。内容は日替わりで、この日は味噌コロッケ、カツ、鶏天など6種類のおかずにサラダもついて450円。値上げが続く今、このボリュームでワンコイン以下は嬉しいですが、 SNS にはこんな書き込みが。良い取り組み、食ロスに貢献。これは一体？廃棄ロス弁当というものを始めております。廃棄ロス弁当？補充ができなかった食材をですね、詰め合わせたお弁当という形になっております。実はビュッフェは陳列したものだけでなく、補充用のものも用意されていて、この補充用で弁当を作ったのです。安全上、弁当に入れられない料理は除き、十分に火を通して盛り付けます。新たに料理を作る手間がかからない分、値段に還元。安さと珍しい取り組みが話題になっているんです。こういう取り組みがあるのはすごい魅力的だなと思うので、財布にも優しい。自分で作っているものが残っているので、すごい切ない、悲しい気分になってました。せっかく作った料理だから、少しでも捨てることなく食べてもらいたいと始めた弁当。フードロス対策にもつながっていて、1日のゴミの量が 5% ほど削減できたそうです。平日限定で料理の余りで作っているため、1日に用意できるのは6食ほど。混乱を避けるため、購入は専用のアプリを使用。販売できない日もあるそうですが、弁当を多めに用意することは考えていないそうです。ビュッフェの朝食の時間で全ての食材を全部お客さん食べていただくっていうのが理想です。食品廃棄ロスが少しでも削減できたらいいな。